セレナード第7番に蝶々二2 5 0は、ボルフガングアマレウスモーツァルトが1776年に作曲した還元落葉のセレナードである。ハフナーという愛称を持ち、ハフナーセレナードとも呼ばれる。ザルツブルクの富豪ハフナー家の結婚式の前夜祭りのために作曲が依頼され、1776年7月21日に上演された。 この曲を演奏する音楽家たちの入り退場のために、更新曲、K249 も同時に作曲された。楽器編成、フルートに、オーボエに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、バイオリン2部、ビオラ、コントラバス、演奏時間は58分。セレナード第10、11、12番のような感覚起用の、セレナードではなく、第9番、ポストホルンと、 同じくオーケストラ用の曲である。第2楽章から第4楽章までは、独奏バイオリンが活躍し、バイオリン競争曲の性格も持つ。モーツァルトは、本作からバイオリン競争曲の性格を持った楽章を取った、形の第1楽章、第5楽章、第6楽章、第7楽章、第8楽章の5つの楽章を編曲し、5楽章形式の公共曲としている。 この公共曲は長らく帰り見られることはなかったが、新全集の楽譜には公共曲として収録された。クリストファー・ホグートとヤープ・シュレーダーの指揮によるモーツァルトの公共曲全集において世界初録音がなされている。ティンパニを含む公共曲版の演奏時間は約32分。第四楽章はクライスラーがバイオリンとピアノのための 楽曲に編曲したことで有名である。鈴木メソードのバイオリン科では研究家への卒業曲となっている。モーツァルトは1782年にハフナー家のためのセレナードをもう一曲作曲したが、そちらのセレナードは二つあったメヌエットの一方は散逸している。1783年にこのセレナードから更新曲とメヌエットを削除し、 フルートとクラリネットを加え公共曲として編曲したものがいわゆる公共曲第35番ハフナーである。ありがとうございます。